ではやっていきます。まず下地はこちらを使います。この韓国のやつの緑の下地ですね。なんか中国のメイクも、まあ、日本のメイクもそうなんですけど、お肌をやっぱり白くするのが一番いいのかなって思うので、緑の下地は結構白くなります。私可愛い系のメイクしかやったことがないので、綺麗系のイメージがどんな感じなのか、こんな感じかな。はい、次はファンデーション塗っていきます。マットなファンデーションがなくてちょっとツヤ感になってしまうんですけど、これで、お肌はもう必死にマットな感じにしたいと思います。ファンデを塗ってからパウダーとかでマットにしていきます。あ、もうこれツヤ感出ちゃってますね。ダメですね。はい、次はまあコンシーラーを先に塗ります。コンシーラーで使うのはセザンヌのストレッチコンシーラーを使います。まあ、これは気になるところに、まあ、肌荒れとかしてるところにポンポンって塗って手でなじませます。こんな感じかな。じゃん。次はセザンヌの UV クリアフェイスパウダーを塗っていきたいと思います。ちょっと光飛んでるかな。紫のパウダーです。これはまあそんなにツヤが入ってないので、結構ちょっと厚い感じに塗ったらマットになるのかな。マットになったかも、肌の感じが。はい、次は眉毛をやっていきたいと思います。眉毛がですね、私、まあ、いつものメイクだったら細く平行にあんまり眉毛の印象出さないようにしているんですけど、中国メイクはあの綺麗系なので、ちょっとカクカクみたいな感じにやっていきたいと思います。眉山はしっかり、眉尻を長めにキリッと、太眉で美人顔にということなので、ちょっとやっていきたいと思います。次に眉尻からこのセザンヌの超細身アイブロウで描いていきます。あ、すごいキリッとなった。ペンシルで全部描けそうですね。眉毛って結構顔変わってくるので、こんな感じかな。じゃーん。で、ちょっと眉マスカラで眉毛を綺麗に色を髪色と統一していきます。ルアンのプルスアイブロウマスカラ。こんな感じかな。どうだろう。次はノーズシャドウやっていきます。ノーズシャドウも結構美人顔なので、くっきり見せたいと思うので、まあ、いつもと同じ感じにやっていきたいと思います。使うのがケイトのデザイニングアイブロウ 3D ってやつです。中身こんな感じなんですけど、これをこの斜めの筆で取って彫りを深く見せればいい。まあ、いつも結構ノーズシャドウ濃いめだから、こう多めにしたらいい。こんな感じかな。鼻先を細く見せてシュッて感じの顔の印象にさせます。で、指でちょっとぼかします。お、いい感じ。じゃん。続いてハイライトをやっていきます。ハイライトは、まあ、いつもここにツヤ感を出すためにやっているんですけど、こっちを鼻筋にやっていきます。今回はツヤ感を出すのではなくて、鼻を高く見せるためにちょっと薄めなセザンヌのパールグローハイライト、これね、結構セザンヌ縛りメイクでのせてベストコスメでも紹介したら、やっぱりすごい一時期売り切れっていうか、めっちゃ人気だったらしいです。ちょっとここに多めにして、こんな感じにやりました。次、一番大事なもうアイメイクを今からやっていきます。結構赤っぽい色が真ん中にあるんですけど、中身がこんな感じです。で、これの、 あの真ん中の赤のシャドウを全体的にまぶたに塗っていきたいと思います。中国メイクはちょっと赤のシャドウのイメージがあります。美人っぽい感じか、難しい。じゃん。続いて右から2番目の焦げ茶のシャドウを、若干いつもすっごいすごい垂れ目にしてるんですけど、若干します。めっちゃちょっといつもより薄く、
ちょっと薄はこっちはぼかしてなるべくバレないように垂れ目にするみたいな、若干みたいな。そしたらこんな感じになります。そしたらもう一回赤のシャドウをこの目尻にちょっとこのくちばしみたいな感じに塗っていきたいと思います。くちばしっぽくなるようにくちばし、くの字前幅にこそってやったらこっちにも、だいたいアイシャドウがこんな感じになりました。はい、次は右から2番目のベージュの色を涙袋に塗ります。あんまり白っぽくなりすぎないように。感じかな。次、涙袋の影を描いていくんですけど、いつもよりちょっと狭めに描いていきます。このケイトのさっきのこちらを使ってこの真ん中の色で幅狭めの涙袋、まあ、涙袋可愛いイメージあると思うんですけど、美人な人大体涙袋あるんで。次はアイラインを描いていきます。アイラインは真っ黒のやつで、ヒロインメイクのスムースリキッドアイライナースーパーキープってやつを使っていきます。アイライナーは黒なら何でも大丈夫です。これを全体的に塗った後にちょっと目尻をちょっと跳ねさせたいと思います。跳ねてる感じ、こんな感じ。こんな感じです。ちょっと綺麗系になってきましたよね、多分なってないかな次は切開のラインを描いていきます。服はもう綺麗めだからちょっと長めに描こうかな。ちょっと印象変わりましたね、だいぶ。次は下マスカラを塗っていきます。下マスカラはケイトのラッシュフォーマのロング、ちょっとこれ閉まってないけどで下げていきます。できたかな、じゃんで次のシェーディングはマックのミネラライズスキンフィニッシュナチュラルこのやつね。美人はめちゃめちゃ顔がシュッてしてるイメージがあるので、そういうのはメイクで作っていきます全体的にこうちょっとぼかす感じで、これ入れすぎるとすごいね不自然になっちゃうから、全然だいぶ違う。こんな感じかな。上のマスカラどうしよう。上のマスカラはなんか私上げたら結構変な感じになりそうなので、ちょっと上げなくてもいいかもしれない。ということで最後に、まあ、一番ポイントですね、赤リップ濃い唇をやっていきます。ではシャネルの130番、こういう感じのやつポンとしたら出るやつ、色がこんな感じの結構濃いめやつをがっつりつけていきます。もうリップとかも結構マットなイメージがあるので、トゥルトゥルにせず今回はマットにもシュッシュってシュッシュまで塗っていきます。なんか中国の美人の方は唇が小さいイメージがある。じゃん、え、すごくない？できたんだけど合ってるよね、これこんな感じですかね、合ってるかな。はい、できました。どうかな、ちょっと髪の毛を整えてきます。はい、できました。どうでしょうか。もうだいぶ全然いつもと違う感じなんですけど、割と大人っぽくて普通に盛れるし気に入りました。なんか濃いリップとかも全然私似合わないのかなと思ったら全然似合ったし、なんか日本のメイクも結構人それぞれなんですけど、
まあ私はずっと可愛い系のメイクしかしてなかったので、垂れ目しか意識してなかったし、こうピエンみたいな感じの甘い顔で、あのギャルメイクなのでモリモリで垂れ目にするっていう感じでしか頑張ってなかったんですけど、初めて自分でこういう美人を目指すメイク、中国メイクをして、すごい楽しかったし、なんか新しい自分見つけられました、リアルにガチでこのメイクめっちゃ気に入った、絶対プライベートでします。はい、では最後まで見てくれてありがとうございました。よかったら高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。バイバーイ。